お疲れ様でーす。まあ、あのしなやかな麺が出てくるとかそういう形になってまいります。材料をまず混ぜるという工程からスタートをします。でその、混ぜると工程はこのミキサーと言われているもので混ぜていきますの で決まられた配合のもの、あの要は指定の材料がありますので、それに沿って、作っていくと。押し固めることによって、あのそぼろになったものをこの帯にやっていくという工程がこの機械。なんで帯にするかというのは、帯にしないと麺の形状の、あのカットがしにくい。出来たてが一番やっぱり不安定なので、そこで熟成させる。でゆっとこう押し固めて帯にしたところでまた熟成させる。でまたカットしていってまた熟成させる。まあそれぞれでやっぱり熟成工程が入っています。それがまた一つの、あの美味しくなるポイントの一つになります。これは少しずつ押さえていく。ですから、一気にギュッと押さえるんじゃなくて、少しずつ少しずつ押さえることによって、あの滑らかに伸ばしていくと、薄くしていくという工程になります。ですので、まあ、一番最後に出てくるときには、まあ、あのしなやかな麺が出てくるとか、そういう形になってまいります。少しずつ工程を取ることによって、麺が少しずつ押さえられて、調和が取れるというふうに思ってもらった方がいいですね。太いものから細いものも異なります。で太いものはどちらかというとうどんぐらいになります。今ちょっと6番なんです。8番、11番、この辺りはうどんでも全然問題ないぐらいの太さになります。あと6番がありますので、もっと太いというで、どちらかというとそれはもううどんというよりもどちらかつけ麺で使われたいというのがちょっとメインですね。あの数字が大きくなればなるほど細くなります。一番内側が細いのが28番という、もう本当におそうめんみたいな歯があります。でこれが一番うちでは一番細いというふうになっています。縮れ麺は、これにまた裏にですね、こういうちょっとこう縮れさせる、ゴムのパッキンみたいなのがちょっとありまして、でここを通ることによって、ウェーブがかかるようになっています。でこれはそのもうウェーブをする場合はもうこれを使うというふうになってますので、でウェーブがあんまり細いともう切れます、やっぱりどうしても。ただある程度の太さがないとちょっと縮れないので、あのそこはちょっとお客様の方にはご相談してます。あんまり太いと逆に今度はウェーブがかかりません、はい、ストレートみたいになっちゃいますので、そこもまたお客さんにはご相談してます。
粉もですね、うちの専用粉っていうのがあります。あるんですけども、やっぱそれでも、あとお客さんのご要望にはやっぱ応えられません。ですので、粉の種類としてはいろいろ種類があって、多分15、6種類ぐらいはあるかと思います。一応ブレンドしながら麺を作っているという形になります。それぞれに特徴があります。例えばこれ中力粉です、うん、これはどちらかというと強力粉に近い。だからそういうのをうまくブレンドして、また麺を作っていくと、麺の生地を作っていくとなります。ラー麦は福岡県産の麦ですね。福岡県産の小麦粉の、タンパクのちょっと高いものになる、主にラーメン横で作られた小麦粉なんですけども、それをもううちも使ってます。外国産の小麦が、基本的に日本では 90% ぐらいが外国産なので、残り 10% のうちの、それが国内産ですね。国内産の 10% のうちの、しかも福岡県産のこれって言われると、もう少ないんだ。お客さんが、例えば、いや、もっちりの中にコシがある方がいいとか言われると、あ、もっちりねって、もっちりの配合にコシを入れてみたいな、そんな感じですよ。